1954年、安倍晋三さん誕生。幼少期以降、主に養育係さんと過ごす。1961年、成蹊小学校入学。小学4年時、平沢勝栄に家庭教師についてもらう。小学5年時、バスケ部に入部。小学6年時、剣道部に入部。1967年、成蹊中学校入学。部活動は、地理研究部に入部。1970年、成蹊高校入学。1973年、成蹊大学法学部政治学科入学。部活動は、アーチェリー部に入部。1977年、アメリカの英語学校に入学。翌年、南カリフォルニア大学英語研修コース入学。1979年、神戸製鋼所に入社。1982年、父の秘書官を務める。1987年、結婚。1993年、衆議院議員総選挙で当選。2000年、内閣官房副長官を務める。2002年、北朝鮮訪朝。2005年、内閣官房長官として初入閣。2006年、内閣総理大臣就任。2007年、海洋性大腸炎で入院。2011年3月、福島県に支援物資を届ける。2014年、2度目の総理大臣就任。2016年、アベマリオ。2019年、吉本新喜劇出演。同年5月、トランプ大統領とゴルフ。2020年、自宅に不法侵入される。2021年、総裁選で高市早苗支持を表明。以上が安倍晋三の人生史です。次回動画は最近高市さんと対談したメディアアーティストのあの人を予定してます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。